イリハム・トフティは、中華人民共和国の経済学者である。ウイグル族出身で、中央民族大学教授を務めている。新教をウイグル自治区クズルス・キルギス自治州、アルトシュシュ生まれ、東北市販大学卒業。2009年ウイグル騒乱前から、漢族とウイグル族の相互理解を目的とする自身の、ウェブサイト、いわれしか財線上で、 新疆当局への批判を行っており、これがウルムチ市での暴動を先導したとみなされて2009年7月8日当局に拘束された。釈放要請運動が起こり、同年8月23日自宅に戻ったことが確認されたという。イリハムはウイグル独立を主張していない恩恵派であるが、彼の民族政策をめぐる言論は中国当局から危険視されている。 たびたび旅行を禁じられ、軟禁状態に置かれ、あるいは身柄を拘束されたことがある。2014年1月、北京市で公安当局に拘束された。ウルムチ市公安局は、イリハムに対する捜査について、インターネットを使って、信教の独立を呼びかけていた。国家の分裂活動をしていた証拠が見つかったと発表した。同年2月25日彼の弁護士は、 か分裂活動に関わった容疑で、イリハムが2月20日中国公安当局に逮捕されたことを明らかにした。2014年6月26日、イリハムは初めて弁護士との面会が許される。イリハムは無罪を主張している。また、この弁護士との接見の時、イリハムは拘置所で数々の虐待を受けたと語っており、弁護士はインターネット上にその内容を公開した。 公開された内容は、10日間にわたり、食事が提供されず、20日間以上にわたり、足枷をかけられたり、イスラム教徒が口にできない食材を出され、事実上の絶食を強いられたというものである。イリハムの逮捕について、アメリカ合衆国は、深い懸念を表明、中国政府に釈放を求めている。2014年7月30日。 ウルムチ市の人民検察院は、イリハムを国家分裂罪で起訴したと発表した。国家分裂罪は死刑になることもある重罪であり、ヒューマンライツウォッチは、起訴の根拠となっている、イリハムのウェブサイトやインタビュー内容に、暴力や違法行為を先導したと言える言動は、一切ないとして、卒業、根拠がないと、批判、深い懸念を表明している。9月23日、判決公判が、 同時地区ウルムチ市中級人民法院であり、イリハムに無期懲役の判決が言い渡された。弁護士によると、イリハムは判決に対する不服を表明し、上訴する見通しという。しかし、上訴した後の2014年11月21日に、開かれた高級人民法院の判決公判では、無期懲役とした一審判決を指示した。中国は二新制であるため、 これでトフティの刑は確定した。弁護士によると、二審の審理は開かれず、判決は裁判所ではなく、高知施設で言い渡されたという。2016年10月11日、アムネスティ・インターナショナルや、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどが、国際的な人権賞、マーティン・エナルズ賞の受賞者に、服役中のイリハムが選出されたことを発表した。2019年10月24日、 欧州連合の欧州議会が人権擁護活動の功績者に贈るサハロフ賞をイリハムに授与すると発表した。12月18日に行われた授賞式には、国中のイリハムの代理として娘のジュハルが出席した。ありがとうございます。